はい、今ねどこにいるかというとオーストラリアウィーンにいます。ウィーンということでポーランドワルシャワから移動してきました。大体1時間ちょっとですね。本当は昨晩、夜行で、ワルシャワから、ウィーンまでね、ウィーンの朝早く到着するやつだったらそれに乗ったんですけど、急に乗ってしばらくしてから、ウィーンまで行かないって言われて、じゃあミュンヘンブダペスト行くって書いてあったから、じゃあミュンヘンブダペスト行くかと思ったらそれも行かない。ヨーロッパの集中豪雨の影響で、大雨で洪水でということでかなり影響を受けていて、で、ワルシャワ一旦引き返してホテル一泊して、でその時に航空券を取って5万円弱だったらちょっと高かった、追加でちょっとお金払わなきゃいけなかったんですけど、それを取って、6時ぐらいかな、ちょっと遅れて機材もちょっと変わって、エンブライルから変わって、ですけど、ボーイング737-800 ですね、ということで今到着してということです。でウィーンに関しては今回、9回目ですね、はい。ヨーロッパ周してる時何回ここ来たの入れて9回目なんですけど、久しぶりです、6年ぶりですね、はい。ということで、久しぶり、まあ、結構慣れたところで毎回ウィーンの西駅にの近くのところに泊まってるんですけど、今回も西駅のところに泊まってて、どうやって行こうかなと、鉄道で行こうか電車で行こうか、それからバスで行こうかな、どっちかちょっと今考えてるところなんですけどね。とにかくちょっと今から、行っていきたいと思います。今回はドイツ行って、そして、ポーランド、そこから、またポーランド戻って、あ、ウクライナ行ってポーランド戻って、フィリピン、タイ、モルディブ、そして、タジキスタンですね。あ、ドバイ行ってタジキスタンで、トルコで、ハンガリー、スロバキア、チェコで、またポーランドで、このチェコからポーランド行くときがすごい気温下がって、で、結構雨がすごい降ってて、その時がひどかったらしいんです。その時からずっと降ってたん でこっちも結構雨降ってて、オーストリアもね結構洪水だったみたいですけど、まあ無事に到着しました。ということで次行く国は決めてるんですけど、3泊で一応、このウィーンは、まあ、前回長居したんですけどね、抜ける予定です。ということでしばらくちょっとこのウィーン、久々のウィーンをね楽しみたいと思っています。